曜日の23時45分になりました。今週も定期ラジオ真夜中は雨の時間です。今週も1週間お疲れ様でした。さて今日のお題はスカートが嫌い、好きなポテトチップスやラーメン、それからちょろっとマシュマロ読み、以上の2本でお送りしたいと思います。ではまず今日は何の日のコーナーから。3月19日はミュージックの日。音楽関係者の労働団体日本音楽家ユニオンが1991年に制定したそうです。そういえばね、忘れちゃいけないのが、先週の土曜日は皆さん公開ラジオの収録にお集まりいただきありがとうございました。実はあの時一番最初に歌でも歌おうかなと思ってたんですけど、歌用のね機材の設定が間に合わなくて結局断念してしまいましたが、どこかでまたたまには歌でもあげようかなと思ってますが、それはいつになるかは分かりません。で早速一つ目のお題からいきたいと思います。先週いろいろ話題が盛り上がっちゃったんで、持ってきたお題で読めなかったものが何個かあったので、その中から今回は一つ、私は中学2年生女です。女ですが男になりたいです。できるだけ男性として振る舞い男性として見られたいです。ですが考え方などが所々女性で嫌になります。学校も制服がスカートなのが嫌で学校に行けてません。理由は他にもありますが、否定されるのが嫌でネットモにこのことを言えていません。リア友と共通のネットモにもです。どうしても制服を着たくありません。どうすればいいのでしょうか。体操服で登校とかダメなのかな。あと冬にスカートの中にジャージ着て通った気がするけど、怒られたんだっけな、覚えてないけど、服装にとらわれすぎかなと個人的には思いますけど、まあ確かにスカート履いてるってことは女でしょうって思う人もたくさんいると思うから、男になりたい身としてはスカート嫌だっていうのもわかるけど、でもそんなの人によると思うし、スカート履いてるからお前は女だって言われても別に良くないって思うし、だってスカートに限らずそういうもんじゃないですか。実際の中身はどんな人かわからないのに、こういう服着てるんだから気性が荒そうとか悪いことしてそうとか、なんかこういう服着てる人は優しい人なんだろうなとか、みんななんか実際の中身とは関係なく服装である程度判断してるところあるけど、勝手にイメージを持ったからって何って話だし、スカートは女っていう概念にこだわりすぎなのかなと思うけどな。私学生時代実はロリータファッションだったんですよね。フリフリの服着てたんですけど、ふわふわのスカートとかフリルがついたブラウスとかで、買い物にもちろん行くんですけど、そういうお洋服のそこによくいたのがフリフリのスカートとか履いた男性の方が、別に若くもない人だけど、別にみんな何も言ってなかったけどな。ね、アメ村とか行くときよくその人とすれ違ったし、その人ね結構背高いんだよね、なんか多分180ぐらいあったかな。ですごい目立つけど、あの人だくらいの感じで、知り合いじゃないけど、最初はこういうファッション好きな方に、こういう異性の方っていうか男性の方とかもいるんだと思ったけど、別にそれが嫌だなとも思わないし、男は男とも思わないから、まあそういう人もいると思うよ。あと何県の方かわからないけど、私東京に住んでるから原宿とか行けば本当にいろんなファッションの方いるし、それに対してみんな「あの人見て」とか、そんな人は別にいないけどな。
多分ね、これ言われてもそれ東京はそうでしょう、田舎は違うんだってなるかもしんないけど、私ね、東京とか大阪とか都会に出るよりもっと前からど田舎でフリフリの服着てたんだよ。田んぼとか山とかの環境の中で休みの日はフリフリの服着て出てて、みんなこっち振り返るけど別にそれが何って感じでした。もうお母さんもね、そういうファッションが好きなんだこの子はってなってたから、別にそれで買い物に一緒に行ってもそれやめてとか言われたこともなかったし、これからその男性として実際の性別は女性なんだけど男性になりたいという気持ちで生きていくんだったら、これを機に服装で自分を見る人を気にしたって意味ないとか関係ないっていう、そういうメンタルを今育てるべき場所にいるのかなと私は思いますけどね。別にもう高校の時からコスプレとかしてたし、めちゃくちゃ振り向かれてたから、フリフリのファッションとかで最初はうわめっちゃ見られる、やっぱり外出る時は見られたくないならちゃんとした格好して、ちゃんとしたというか普通の格好した方がいいのかなとか思ったけど、でどっちを取るかじゃない、私は好きな服着たかったから別に見られてもOK な方に行ったね。まあそれにさ、女の人だってズボン履くじゃん。女性がよく履いてるってだけで、スカートは男性は履いちゃいけないってこともないでしょ多分。だその固定観念にとらわれてるのはあなたも一緒じゃないかなと私は思うけどね。で世の中はもちろんそういう人がたくさんいるから、そういう人たちを全員排除したり、そういう人たちの認知を変えるってことはやっぱり難しい。変えるのが簡単なのは自分自身じゃないですか。自分のことを変えるのって努力次第でできると思うので、だから周りを変えることをしようとしないで自分を変えることを、自分もそういうスカートは女性っていう観念を捨てるっていうのが今することなのかなと思うし、そういう当事者からしたらあなたたち体と心が一致してる人とはわけが違うって思うかもしれないけど、私そんなことないと思うな。だってそういうフリフリのいかにも女の子しか着ないような服を堂々と着て歩くような背が高い男性だっているわけだから、他人にとっては小さな悩みに思えることも当事者にとっては大きな悩みだったりするから、そんなに差はないんじゃないかなと私は思います。というかそういう風に考えないといろんなことが自分だけが辛く感じてしんどいと思うので、みんなそれぞれに悩みがあると思って、学校に限らずね、嫌な服装でいないといけない時も人生にはたくさんあるよと思って強い心を育ててほしいなと思います。2つ目のお題はお便りにちょうどお二人から来てたので採用させていただきます。ではまず1つ目、ラジオネームキリン、こんばんは。この前の配信面白かった、参加できてよかった。では質問回答よろしくお願いします。ラーメンの配信をしていたのでこだわりがあると思い聞きます。ハマっているもしくは何年経っても欠かせない味は何ですか。私は九州地方出身なのでうまかっちゃんがソウルフードです。袋麺でお願いしますと。多分ね、ちょっと待って、猫がさっきからめっちゃ鳴いてる。あまり、こうしてあげる。うちの実家に常に置いてある即席ラーメンといえば出前一丁だったんですよ。多分お父さんの好みだけどさ、最近出前一丁の袋ラーメン見ないんですよね。あれ何味かな、醤油味かな多分。あれに大体卵ともやしが入ってたのがうちの実家の味で、大阪に住んでた頃は即席ラーメンあんま食べた記憶がないんですよね。カップ麺は食べたりした気がするけどな。地方によって即席ラーメン置いてたり置いてなかったりっていうのがあるの自体ここ数年知りましたね。そう考えたらもっとせっかく何個か
住んでる県を変わったんだから、その地域ならではのやつ食べとけばよかったと今思うけど、みんな今でも袋ラーメン常備してますか？うちあると食べちゃうから常備してないけど、激品の時はね、マイバスケットイオン系列のところにあるトップバリューの塩ラーメン置いてたな。5食入りで200円くらい。でもやっぱ太るからやめた。ぜひ皆さんのおすすめの袋ラーメンありましたら教えてください。それからもう一つ、ラジオネームイカ飯、こんばんは。配信時たまに関西弁でこんばんはと言っているいびきさんに心が躍ります。え、言ってますか？え、出てます。さて質問ですが、私はドリトスやドンタコスが好きで、開けると一瞬で一袋なくなってしまいます。いびきさんはハマったもしくは好きなチップスとかありますでしょうか？あります。最近食べてうまってなったのはソシオなんですけど、皆さんソシオ知ってますか？あのフラダンスを踊ってるお姉ちゃんの絵が描いてあるポテトチップスで、多分ねハワイとかでもともとは売られてるポテトチップスなのかな。ソシオ工房フラ印っていうやつなんですけど、このポテトチップスのガーリックシュリンプマジで美味しかったです。ただお値段400円ほどします。ちょっと高いけど、でもだいぶ量入ってるから実際はあんま高くないかも。最近ポテトチップス一袋いくらしますかね。カルビーのやつで160円ぐらいじゃない？あれで 60g とか 80g ぐらいですか？今調べたらその400円はするんですけど、中 150g 入ってるので、まああんま高くないんじゃないかな。でも売ってるところはあんまないんだよね。あのカルディとか行けば売ってるかもしれないけど、ピンクの袋でフラダンスの姉ちゃんが写ってるやつです。見かけたらぜひ買ってみてください。あとこのドリトスとかドンタコスが好きって言ってたんだけど、カルディに売ってるなんかあの味をつける前のドンタコスのチップスみたいのが売ってて、そのそばにあの瓶詰めのチリソースみたいなのが置いてあるんだけど、それうまい。つけて食べる。え、チリソースだったかな。ちょっと待って、カルディタコス、いや違う、タコスにしてみようか。チップスか。あ、そうそう、これこれ、タコスチップスプレーンっていうやつかな。あとソースも絶対セットで売ってると思うんだよね、瓶のやつ。あ、そうそう、サルサソースか。これ結構癖になる美味しさですね。ソースの方が多分600円ぐらいで、チップスはまあないか知らないけど、タコスとか好きだったら多分気に入ると思います。でもそのさっき言ってた珍しいポテトチップスは頻繁には出会えないので、みんなのおすすめの袋ラーメンとかポテトチップスも噛んだけど、ぜひコメント欄にお願いします。それからツイッターにマシュマロ届いていたのでちょっと読ませてください。いぶきさんこんばんは。質問です。仕事でレジ金の準備をしています。例えば代金1500円を1万円札で支払うとして、紙幣のお釣りが全て1000円札だとしたらどう思いますか？近々自動精算機になるのですが、5000円札を入れると精算機の中身もストックも高額になるので、かっこ1000円札でなんとかなりますし、5000円札はなしの予定でいます。ただしお釣りは1000円札になるのを張り紙するようにとはお願いしてあります。あ、いいんじゃないですか。結構どこのお店も最近電子マネーとか当たり前に導入してますけど、うちは現金以外やってませんって言われたらそうですかとしかならないし、そんなのお店の都合で決めていいですよ。買いたい人ってそのお店で買いたい人が利用するんだから、お店に合わせるべきですし、それが嫌なんだったら他行けって話なので、え、全然いいと思います。ただお店の単価的に平均単価どのくらいのお店ですかね。例えば何か物を売ってたとして、その商品がだいたい8000円ぐらいだとするじゃないですか。でほとんどの人は1つ買っていくと、で2つ買いとかまとめ買いはそんなにいないよってところは、ほとんどの人は
1万円札とかで千円札1、2枚のお釣りと小銭になるじゃないですか。だけど、まあ、一番わかりやすく言ったらスーパーとかコンビニの場合は客単価って何百円とかの可能性が結構あるじゃないですか。そういうお店なんだったら1万円札とか5000円札で払う人って結構いると思うので、1000円札の消耗結構激しいと思うんですよ。それはそれで1000円札で全部やるのって結構大変なのかなって。1000円札のなくなり半端ないんで、1万円札をお釣りで返せないじゃないですか。まあ、私の思いつく限りでは買い物で出された1万円札ってお客さんに渡すことないと思うので、そこら辺って結局レジの中身として金額は上がっていくけど、お釣りとしても吐き出せない紙幣になるから、渡せないお金は増えていくのに1000円札バンバン出ていくって感じのお店なんだったら、5000円札なしもそれなりに厳しいのかなと思っちゃうけどな。よく雑貨屋さんとか洋服屋さんとか行くと、レジのとこに常に貼ってあるわけじゃないけど、必要な時だけ出してるような札で5000円札が不足しています、ご理解くださいみたいに書いてある時があるので、その方式がいいんじゃないですかね。お客さんも5000円札で払ってくる時があるから、5000円札うちはないですよまでは多分どうしても取れないと思うので、あるうちは5000円札使って払い、ない時は1000円札でとにかく返すと。でそのお店に関しては5000円札がない時が多いよっていう感じでいいんじゃないですかね。この中にレジ金とかが関係のあるお仕事された方どのくらいいるかわからないんですけど、5の紙幣というかお金ってなくなりやすいんですよ。5000円、500円、50円、5円は枯れやすい紙幣だと思うので、そこを最初からなしっていうのは別にいいと思うけど、それならそれで結構大変なんじゃないかなっていうのが私の意見です。ただお釣りを全て1000円で返されたら嫌かどうかの話だったら別にいいと思います。まあ、張り紙までしてあるならなおさら文句言う人いたら嘘言ってくれっていう。はい、ということでそろそろ日付も変わる頃かなと思いますが、皆さん今週1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。だんだん暖かくなってこない、なんかここ最近なんか日中あっちいと思う時もあったりとかして、梅の桜じゃない梅の花が咲いてるのも見かけた気がするし、そろそろ桜の時期かな。マスクもね自由化されたということで、時間さえ取れればどこかお花見でも行けたらいいなと思うけど、なんか飛行機の音ブンってめっちゃ言ってるけど、これ音入ってるかな。静かに。もしよければみんなも今週1週間どんな1週間だったかコメント欄に残していってくれると嬉しいです。こちらのラジオでは概要欄の URL より質問、相談、ご意見、ご要望などなど何でも受け付けております。あとツイッターのマシュマロも最近設置したので、どっちからでもいいんですけど、両方私が全て確認しておりますので、よろしければ匿名で送れるのでみんな気軽に送ってくれたら嬉しいです。ではまた来週のこの時間にお会いしましょう。おやすみなさい。